死闘会の紋章使徒会、または死闘修道会は、カトリック教会に属する修道会、ベネディクト会から派生した、ベルナルド会の別名もある。改革を希求したフランス、ブルゴーニュ地方出身の修道士も、レームのロベールが1 9 9 8年、フランスの死闘に設立した死闘修道院が、発祥である。死闘会は、聖ベネディクトの戒律を厳密に守り、 彫刻や美術による教授を禁止した点で、既存のベネディクト会修道院、とりわけクリュニー会と対峙する立場を取った。服装面にもその姿勢は現れており、総礼、カビなクリュニー会と異なって、染料を用いない白い修道服を着たことから、死闘会士は白い修道士とも呼ばれる。死闘会は、会立の中でも、労働と学習を重んじ、自ら農具を取り、 農民らを指導して、森林に覆われていた北フランスの開墾や、新農法の普及を行った。ロベールはもともと、クリニー会の修道士であり、モレーム修道院院長であったが、聖ベネディクトの会立をめぐって、修道士の間で対立が起き、内部分裂の結果ロベールは、首都修道院を設立した。その後、1 9 9 9年に、ロベールが、 教皇ウルガヌスニセイの命によりモレーム修道院に戻ると死闘のアルベリックが公認として選出された。アルベリックが死去するとステファン・ハーディングが後を継いだ。死闘会はこの3人を創立者としている。死闘会が発展したのはクレルボーのベルナールの功績が大きく、1115年にクレルボー修道院が創立されるとベルナールが院長に任命され、 クレルボー修道院は、死闘会の重要な拠点となった。死闘会の別名である、ベルナルド会の故障は、このベルナールにちなむ。ベルナールは、死闘会のみならず、カトリック教会及び、ヨーロッパ全体に非常に大きな影響力を持ち、それに伴い、死闘会も大きな発展を遂げた。しかし、ベルナールの死後、死闘会は徐々に衰退していき、また国際紛争。 薬病の流行などの社会情勢から地域ごとのグループに分裂していった。さらに、フランス革命によって決定的な打撃を受けて一時は、フランス国内から姿を消したが、革命終了後に亡命していた修道士がフランス国内に戻ると復興し、現在の使導会が作られた。この時、フランスのルマンディ地方のトラップ修道院で、 行われていた厳格な規律をもとにしたのが現立首都会である。現在は現立首都会は独立した中道会となっており首都会と分かれている。本節では首都会に所属した聖人を挙げる。ありがとうございます。